こんにちは、日野です。今回はですね、ビリーダンさんの新商品でもあります、イグサの、イグサ魂というね商品について少し、見ていただこうかなと思います。でイグサ魂、イグサソウルですねということで、こちらの商品になるんですけれど、イグサ魂、イグサソウルですね。でインソールとイグソールがかかっているというね、非常にこういいネーミングなんですけれども、イグサの魂をもう世代を超えて伝えていこうという意気込みで作られているものです。でこちらはですね、イグサのインソールということで、本当にこうイグサのそのままのねこうインソールであるんですけど、一番の特徴としてはやはりこのイグサが水の子、九州のねその八代で作られているイグサを使っているということと、無農薬もしくは減農薬のイグサを使っております。そして、コーティングしてないっていうのが一番の特徴ですね。もうほとんどの市販のやつっていうのはコーティングされてます。でコーティングされるとイグサ自体の持つその、毒素を吸着するとか呼吸するっていうことができなくなるわけです。だから、ほとんど意味がないわけなんですよね。でイグサのインソールっていうのは他でも出てきちゃったそうなんですけれども、結局コーティングしてる、樹脂加工してるっていうことで、それは、ほとんど、意味がないっていうのか、結局イグサの良さが生かされてないんですね。でそれに対してこちらのイグサのインソールっていうのはもう全くコーティングしてないので、イグサをそのまま、足裏で触れることができるということで、非常にこれいいんじゃないかなということを思います。で三浦社長もねかなりこう力を込めて話していただいたんですけれども、こちらの方、足裏っていうのはやっぱり人体で言えば、毒素がこう出る場所なんですよね。でよくこれ今日たまたまお客さんのところに行ってて話をしてて聞いたんですけれども、その病院に行った時にはその、患者さんの足裏に立つなっていうのがあるそうなんですね。そういう伝えがあるというのか、そういうふうに言われてるそうなんですね。でじゃあそれなぜかっていうと、やっぱりその病気の方の足裏っていうのは特にこういろんな毒素が出てきてるところなので、そこに立つことによってその、患者さんの、これあんまり失礼な話になっちゃうかもしれないんですけども、悪い気を受けると、だから、あまりこう足元に立つのは良くない、そこを避けて横に立ったりするのはいいんだけれどもっていうことをおっしゃってたんですね、その方は。であなるほどなと思ったんですけれども、やっぱ足裏からはいろんなこう、悪いものが出てくる場所でもあると。ですからそれをねこう解毒する意味でイグサっていうのは非常にいいんですよね。でイグサの吸着力、毒素吸着力、そして浄化能力っていうのはものすごいものがあって、実際に炭とか、ゼオライトとかそのイグサと比較してのデータっていうのもあるんですけれども、イグサっていうのは、浄化をし続けるっていうことが分かってるんですね。炭とかだとどうしてもある程度毒素がいっぱいになってしまうと、それ以上こう吸着できないっていうふうになるんですけど、またその、煮沸したりっていうことを繰り返して使っていくわけですけど、このイグサに関しては、そのままの状態でも常に呼吸しているので、毒素を吸着してまた無害化してまた戻してくれるっていうことをしてくれるそうなんですね。ですから、これを足裏にすることによって、足の裏から出てくる毒素をこのイグサの中で無害化してくれる。でイグサっていうのはその前一度、メルマガの中で等身の写真っていうのをね2000倍に拡大したイグサの中の等身の写真っていうのを見ていただいたことがあるんですけれども、その等身っていうのがですね、その空間があって、それが、その六角形、三角形の連なりで六角形構造になってるんですよね。で、それも一つの秘密みたいなんですけれども、浄化、それが浄化能力があると。そしてその中で結局六角形っていうことで渦を巻いてるそうなんですね。で、毒素が吸着されてこの中で渦を巻いてスパイラルが起こって、そして無毒化してまたこちらに足裏に戻してくれる、クリーンな空気を戻してくれる、そういうことをしてくれるそうなんですよ。だから、常に足裏が、いろんな人の気を受けてね、どうしてもやっぱり僕らっていうのは生活していく中で、人の気とか、いろんな環境の悪いものとかを、受けて、でそれが足裏に出てくるわけですよね。でそうしたところ、それをこのイグサのシート、イグサのソールに、のしとくことで、
踏みしめておくことで、それを、毒素を出したものをここで無害化して、またクリーンな空気になして戻してくれる、それを繰り返してくれるんですね。でだから非常にそういう意味でも、人体が、いい状態にも保てると。でまさに健康っていうのは、足裏から足元から始まると。で人生の、良し悪しっていうもの、良し悪しっていうのも足裏から始まるということをですね、先日のね三浦社長の話でも、おっしゃっておりました。ですから、このイグサのソウル、イグサ魂っていうのをね、また本当に使っていただくといいんじゃないかなと思います。で長時間特に立っている方とか仕事をしている方っていうのにはすごくいいと思いますし、本当に疲れが、残らないというのか、僕も長時間こういろんなとこ行って歩いた時なんかも疲れが残らないんですよね。非常に疲れにくい。でこれによって、足腰がしっかりしてきて、膝の痛みが治ったり腰が良くなったりっていう方も出てきているそうなんですね。だからそういう意味でも、普段履くのにもいいですし、あとは、仕事をされている方ですよね。作業場で例えば長靴を履いて長時間している方とか、そういう方っていうのも、あるいは女性の方で、ブーツを履いているという方も、長時間履くとどうしてもこう匂いが、ね、気になるそうなんですね。で座敷に上がるとかっていう時に匂いが気になって、こう上がるのが嫌だというふうになるそうなんですけども、まあ、そういう方にもこのイグサの、こちらのイグサ魂を使っていただくことによって、そういう悩みも解消できると。匂いがやっぱり吸着してくれるので本当に喜んでいただいております。まあ、ぜひそういう意味でも、靴裏にね、靴の、シートとして使っていただければいいんじゃないかなと思います。常に、イグサと触れるということで、なんかすごく、安心感があるというのか、癒されるものが実際あるんですよね。で足裏から敏感な人はこうエネルギーが来るのを、感じると思います。まあ、そういうことでぜひこう使ってみていただければなというふうに思います。で大きさに関しては、S サイズ、M サイズ、L サイズ、LL サイズ、3L っていうことで、かなりこう種類もいろいろあって、まあ、それが大きさによって、ありますので、まあ、それは詳しくはちょっと見ていただいたとして、足の大きさではなくて靴の型の大きさ、自分の靴が 24.5 であれば、例えばその24から、25かな、まあ、ちょっとそれは後でちょっと見ていただくとして、例えばですね、これ S サイズだったら 22.5 センチから23センチの、靴の大きさの方が S サイズをしてくださいとか、 LL サイズだったら 25.5 から26センチの靴を履いている方に合いますっていうことですよね。そういうふうに足の大きさではなくて靴の大きさによって、これが、スッとちゃんと入るようになってますので、でテープを貼ることなく、ほとんどきっちり、合わせていただければ滑ることもないので、非常にいいんじゃないかなと思います。ただこの厚みがですね、3点何ミリかあるそうですので、ちょっとその分、浮くということなので、薄い靴を履いている方に対しては、若干ですね、窮屈に感じる場合があるかもしれないので、できればそこら辺ちょっと考えていただいて、まあ、普通の靴であればまず違和感全くないですので、敷いていただけるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、まあ、こちらのイグサのソールっていうのはまさにこう今自然との、遮断がね起きてる、なかなかこう自然と触れることができないっていうことなんですけども、それを、足裏からねしっかり、自然のものに触れていただいて、自然のものをエネルギーをいただいてっていうことで、そしていろんなこう気悪い気とか受けたとしても、それを足裏から、きちんと浄化してまたいいものに戻して、エネルギーをいただけるというものとして、使っていただければ、本当にいいかなというふうに思います。ということで、ね、このイグサの、魂、イグサ魂、イグサソウルということですね、使っていただければなというふうに思います。またご不明な点があればね、遠慮なく聞いていただければと思います。長時間になりますけれども、今回は以上になります。ありがとうございます。